背景は型紙とカラースプレーで描きます。桜の花と花びらを切り取ったものを用意しておきます。これは新聞紙と型紙を重ね合わせて切り取ったものです。まず花びらの方から、これを手に乗せてふーっと息を吹きかけて散らしていきます。木の枝から舞い散っているように飛ばしましょう。桜の花は木の周りに置いていきます。桜の型紙が置けたら、今度は山の型紙を置きます。近い方の山から置きます。手前の山はなだらかに切ったものを重ね、遠くの山はギザギザに切ったものをその上から置きます。次に月の型紙は最初に置いていたお皿と同じ大きさです。今回はおぼろ月にしたいので、浮かした感じで二重に置いてスプレーをします。これ欠けたお皿なんですが、お皿でなくて構いません。ボール紙などを少し浮かしておいてください。この上からプリンターインクを薄めたものをスプレーしていきます。夜なので黒のインクを薄く薄めています。 DIY のお店で売っているカラースプレーを使うと、より手軽で綺麗にできます。薄い雲がかかっている感じにするために、まだらにスプレーをしていきます。青のスプレーインクでおぼろ月の感じを出していきましょう。黒のスプレーと同じようにまだらに吹きつけていきます。月の部分の型紙を取って、上から薄く青のスプレーを吹きつけます。これで月にかかった桜の花びらも見えます。遠くの山も青い色にしましょう。近くの山はイエローとシアンを混ぜて緑色にします。山の型紙を1枚だけ取って、両線を合わせるように置いたら、向こう側になる山を先にスプレーします。近くの山の型紙を取って、最後に緑色のスプレーで仕上げます。スプレーが終わったら、桜の花びらと花を取り除いていきます。型紙は完全に乾かしてからふるい落とす方法もあります。この状態でしっかり乾かします。乾いてからお花紙で作った八重桜や菜の花を貼り付けます。